中村時博知事に愛媛県のことについていろいろ伺う番組知事さんに聞く愛の国笑顔あふれる愛媛県の実現に向けたさまざまな施策や取り組みについてわかりやすくお話しいただきます中村知事どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします今回お話しいただくテーマはミキャンによる愛媛の魅力発信についてです 愛媛県イメージアップキャラクターのみきゃんが2011年に誕生して今年で7年ちょうど小学1年生になりました今や県外からもみきゃんファンがみきゃんに会いたいと愛媛を訪れるほどすっかり全国区のキャラクターに育っています昨年開催された笑顔をつなぐ愛媛国体愛媛大会でも全国から訪れた選手や応援ボランティアの皆さんに エールとと愛媛ののおもてててなしししし心を伝えるマスコットとして大活躍してくれました今後、さらなるみきゃんと愛媛のファン拡大に向け、県では昨年4月に作成されたみきゃんプロモーション戦略プランに基づき、みきゃんを愛媛を代表する広報キャラクターとして、県内外でのさまざまな PR 活動に取り組んでいます。 今月はこのミキャンによる愛媛の魅力発信についてじっくりとお話しいただきますさあ今月のテーマはミキャンが主役ということで来てくれていますあーミキャンあそしてダークちゃんも来てくれましたかわいい2体揃ってかわいいですさあミキャンちゃん2011年に誕生して今年で7年7歳 小学1年生になるんですねなんか立派に大きくなってというとえかもしれませんが <laughs> これまでの活躍ぶりはいかがでしょうか。はいあのまあ、あはですね、えー、当時かんきつ王国を代表するようなキャラクターがあればいいなということで、えー、全国公募で誕生したキャラクターなんですけれども、えー、生まれた年が2011年11月11日と。 まあ犬ですからワン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 ということでね、えー、誕生しました。<laughs> はい。まあ本当にあの姫らしいデザインをね、えー、出していただいて、えー、本当にさ制作考えていただいた方には感謝しています。ただね皮笑、えー、を言うとですね当初のデザインというのはここのおまあ何ていうんですかこのところが実は上がってなかったんですよ。はい。こう平行だったんです。あ。 もう人なんか漢字の人みたいな字というか全然漢字が違うんで、はい、会議の時にちょっとガリガリ書いてちょっとこうやって笑ったような感じした方が可愛らしくなるんじゃないかなって言ってでみんながそうだねって言ってくれたんでじゃあ制作者の方に許可もらえないか聞いて,、はい、聞いてみてくれって言ったら OK が出てそれ、はい、でこういう <laughs> こうなって口角上がってるな幸せフェイスっていう、ね、そういう秘話があります。一層可愛くなったんです、ね、そうですすねねそう でえーまあ、その時にミキャンを、まあ、全国に、えー、売り出すため知名度を上げるために、えー、当初ゆるキャラグラグンプリに挑戦をししてもらいました、はい、で最初はですねもう県庁だけでどこまでできるかっていうことで、えー、挑戦したんですけどもでその翌年に、えー、これだけでも上位にいけるんだったら優勝を狙おうということで、えー、浜松で行われた、えー「ゆるキャラグランプリ」の時に、まあ、インターネットを呼びかけて。 え市長、企業、県民の皆さん、えー、みんなで応援してくれっていうふうなことをお願いしたところです、ねえー、大いに盛り上がって、はい、インターネット投票では1位になったんですねあ勝ち、はい、<laughs> ただあの決選投票は主催権で行うことになっていて、えー、その会場で投票したら1票が2票のようにカウントされるという優位、はい、性があるわけですね。 で浜松市のキャラクターはもうともかくもうドインドインでさすがにそこでは逆転されてしまったんですけども、まあ、全国規模のインターネット投票では1位ということで十分な成果を上げたと思ったんです、はいでえー、さらに、えー、間髪入れずに、えー、知名度を上げるためにその今度は U キャラグランプリの大会そのものを愛媛県に誘致しようということを、えー、展開しまして主催者も同意してくれて、えーま、愛媛大会になったんですね。はい でこの時はいいろろでみきゃん出せばあの浜松と同じように地元投票でグランプリ取れるのはまず間違いなかったんですけどもここで同じことやってもつまらないなということであえて出さないとで全国から来るキャラクターをおもてなしするというふうなことですね、はい、でそのことによってみきゃんのイメージが良くなるんじゃないかなと。 逆にそんなことも考えて、はい、あの時エントリーしなかったんですよで、えー、まあ本当にあに2日間で5万人もの方々が、えー、訪れてくれまして、えー、大いにみきゃんの知名度アップとそれからイメージのアップにつながった大会になったのかなというふうに思ってます、はい、でその後はあのもうあの国体のおもてなしキャラクターとして匿名、ね、副知事 に任命してえらい働きを持っているんですよねそうなんですで今年の1月にはあの専用の執務室も県庁内に誕生しましたので今後の活躍が期待されていますはい本当にますますの活躍がね期待されますよねでこのみきゃんのグッズもたくさん出ていて、はい、このみきゃんのデザイン、はい、民間企業のさまざまな商品に使われていると思うんですが その経済効果っていいううのはどれくらいあるんでしょうか、はい、あの実は最初はですね若干の使用料を頂い,いていたんですけれどもまあ,あの公の県のキャラクターですしで県の企業さんやえ県の PR になるんであればのそういう使用料を取るよりはあの広く使っていただいた方がいいだろうということで、えー、2015年の4月から、えー、無償化 ただし、えー、県の方に申請をしていただいてあこれは間違いないですねと、えー、県の PR にもつながりますねっていう確認だけはさせていただくと、えー、そこで、えー、OK であるならばもう無償でどんどん使ってくださいっていう制度に変えましたんであの本当にえー、っとですね、えー、増えてるんですよ。 ミキャンセンターも開設してそこに相談できるようにしてますので、はい、2014年度の月平均を基準としますと2015年度は無償化して2.2倍2016年度が1.8倍、はい、2017年度は3.3倍とどど,ど,んどん増ええてるんです、ね、利用される方が増えてますでデザイン使用許諾件数あ OK ですよって言ったのが累計で4694件と。はい もうすぐ五千件になります。ねはいえー、まあ関連商品の売上見込みが二百九十億円でこれにミキアンが出演した主なテレビ番組などの、えー、広告換算した額を加えますと経済効果としては三百四十一億円。ミキアンすごいね。えー、い大したもんだと思いますよね。えー、すごいです。えー、その他にもあの県内外のイベントにも、えー、昨年度だけで 一年間1500件を超えるイベントに参加してますから、まあ本当に愛媛県の PR のために、まあ東本清宗最大の活躍をしてくれるとくれてると思ってます。はい。もう今こうやってもみきゃんちゃんがもうすぐそばにいて。 もう触れられる距離にダークちゃんがいるってすごく贅沢なことだなと思うんですが、はい、も,うもっとミキャンに会いたいもっとミキャンを見たいっていうファンの声も多いんじゃないでしょうか、うん、そうですねあのだからこう展開をこれからどう考えるかっていうのが大事だと思うんですが例えばこのダークミキャンは実はあのこれも裏話をすると、えー、2011年に作った第1号なんです。ミミキキャャンン第第号号ななんんでですだいぶ古くっっちゃったんで 廃棄をするという、えー、ことになってたんですが、えー、ちょっと待ってよとなんか今のご時世から言ったら再利用とか、えー、再活用とかいろいろできないかなということで夜ぷッとひらめいたのがアンパンマンのライバルのバイキンマンとかそういうキャラクターがあったら面白いなと、はい、いうんで、えー「ダークミキャンの前に「ブラックミキャンって考えたんですよ。ブブラックえこうブラッックク化するとか ダーク化するっていうのはどうだろうかっていうふうなことを思いついたんで県庁の若手の職員に20人ぐらいいたんですけどもこ,れこんなことひらめいたんだけどどうやろうかって言ったらいやそれは面白いと、はい、えぜひ我々に任せてほしいっていうことでこれはもうデザインも制作も全部県庁若手職員のえボランティアでやってもらったんです。 これも一人一人あの仕事終わった後に倉庫でみんながこうおい色をつけたりですね <laughs> あの実費だけはなんとか選出したんで製、はい、作費が1万3000円です。<っ> <laughs> <laughs> ダークちゃんにすごく愛着が入ってきますけど。<laughs> これからはミキャンが古くなってきたらみんなダーク化していくっていうね <laughs> ダークちゃんはこうエコなエコな,エコなキャラクターでもあるんですね。非常にエコなんですよ。地球温暖化のこうね,ね戦闘を切ってもらってもでもあちょっと悪役なんですよね。<laughs> ちょっと意地悪っぽい。ちょっと意地悪っぽい。で、あの実はこれを展開するにあたってはあの学生や若手経営者の方々に力を借りてましてね。 えーまあ、そういった方々がこう知恵を出して昨年4月にはミキャンプロモーション戦略プランというのを作ってくれたんですよ。はい、で、えーまあ、本当にこれからもいろんな仕掛けを、まあ、県庁だけではなくそういった若手の経営者や学生たちもアイデアを出して、えー、2人の活躍を後押ししてくれるんじゃないかなというふうに最近新しいまた試みがそこから生まれましてね。はいあの えーまあ、もちろん SNS なんかを活用するということも大事なんですがあのテーマソングとダンスが完成をいたしました、はいえー、名称は「ですねミキャンと愛媛のいい予感」というあいいですね、はい、これができましたのでこれもまたえ愛媛の PR のお歌詞がいっぱい入ってますから、はいえー、いろんなイベントで活用して、えー、大いにまた。あ ね、姫県の宣伝に役立っっててもらいたいいたなと思ってます、はい、それからもう1つはです、ね、ちょっとこれはあのまた思いつきだったんですけどそこに、あのー、若手経営者学生たちの会に投げているのがあのまたひらめいちゃったんですけど、ねはい、次の答えができないかなとえ<っ>で、えー、コミキャンっていうのができないかなと<あー> <laughs> でコミキャンができると <laughs> ダークコミキャンもできるぞと。 ファミリーみたいに、ね、<laughs> だから次のなんかできないかなって今考えてくれているところです。ええー、さらなるコ、えー、ミケンファミリーが広がっていきそうだ。そうなんですよ。だからできるかどうかわかりませんよ。はい、でもちょっと期待してほしいなと。すごく期待しています。今あの言われてたミキャンダンスもすごく興味があるんですけど、はい、あのいつ頃見られるの？え、もうテーマソングはですね、5月12日、エミフルマサキと伊予鉄高島屋で、えー、あのお披露目イベントを開催する予定です。 ええ、え今ちょっとだけミキャンちゃん、ちょっとだけダンスしてもらうっていうのは無理かな。ええ、あ、行ける？は？ニャン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 ってか。じゃあこれからもまた練習頑張って。はい。広めていってほしいです,、ねはい、ですね。まああのその他にもですね、あのクラウドファンディングの仕組みを活用して。 資金も募ったりしてますので、はい、まあこれあのふるさと納税にも扱いとしてカウントされますからもうぜひみきゃんの応援のために皆さんのご協力をお願いいしたいと思ってます本当にいろんなアイディアが出ていてみきゃんがどん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 発信されてい、ねええ、こうとしてるんです、ねええ、あのだからこう楽しみながら育てていく育つということが愛媛の PR 拡大につながるとえこういう取り組みに結びついていけたらいいんじゃないかなと思っています。はい 今後、愛媛の魅力を全国に、はい、さらには海外に発信していくためにみかんにどんなふいいうに、ね、海外にたまに連れて、えー、一緒に行ってもらうことはあるんですけど海外でも分かりやすいキャラクターなんでかわいい,かわいいしみかん愛媛らしさというのがすぐ分かるというああ PR 力もだからあ<る>あの非常に海外でも十分通用するキャラクターだと思ってますので。はい ここにダークミキャンやまあ誕生するかもしれないコミキャンダークコミキャンなんかも加えればいろんなこう楽しいなんていうんですかねこう仕掛けができるんじゃないかなと思ってます。はい。じゃあ本当にこれからますます活躍が期待される、はい、ミキャンちゃんそしてダークちゃんですね。はい、はい。じゃあミキャンちゃんとダークちゃんせっかくなんでカメラに向かって可愛いポーズお願いできますか。 今回はみきゃんによる愛媛の魅力発信についてお話しいただきました中村樹里、そしてみきゃんダークもどううもありがとございましたどうもありがとうございました。